皆さんこんにちは、大人の保険チャンネルのカヌエラです。本日はですね、男性妊活の商品を手掛けるスカルプ D のアンファー新規事業部オモテックのブランドリーダー長内さんに来ていただいているので、ぜひいろいろとお話をお伺いしようかなと思います。よろしくお願いします。こちら前回持っていただいて、はい、プロテインですね。タンパク質の他にもそういう、はい、なんか妊活、男性妊活の成分とかがいろいろ入ってるんですか？はい、そうなんです。あのタンパク質以外にも亜鉛とか葉酸、ビタミン、コエンザイム、カルニチン、アスタキサンチンってもっと言いたいんですけどあのたくさん男性精力にいい成分が入っているので、はいはいはい、まあ、タンパク質も面白いんですけど、やっぱりこう抗酸化みたいな精子にいいアプローチをしてくれる成分がぎっしり詰まった商品になってます。精子へのアプローチ、なんかその男性のなんか性欲とか、なんか、はい、そういうのにそうですね、はい、やっぱりこう不妊の原因ってこう因数分解してみると精子力の問題だったり勃起力の問題だったりセックスです、まあ、性欲の問題だったり、まあ、3つぐらいあるんですけど、はいはい、まあ、その3つをこう着目して、ケアしてくれるような成分選定をしているような形になってます。なんか今結構その男性の妊活の話とかお伺いしてるんですけど、はい、日常的に男性が無意識のうちにしてる精子の質が良くなっちゃう行動とかあります。あの今第3次サウナブームみたいな、サウナってこう今男性めちゃくちゃ好きで、そうですね、さん行かれてる方多いんですけど、そうですね、実は精子にはすごく良くないんですよね。温めるからですか？そうなんです。はい、あの精子ってやっぱり熱に弱くて、はい、なのでこう精巣というか陰嚢って体の外に出てるんですよね、冷やすために。なるほど、冷やすためにするんだ。あ、そうなんです。なるほど、はい、本当はボールとか当たったら痛いじゃないですかなので本当は内臓にあったらいいのに、はい、ないのは外に出して冷やすために。なるほど。それぐらいこう精子って熱に弱いって言われていて、はいはいはい、で実はですね、サウナって週に2回ぐらい1回あたり15分を3ヶ月ぐらい継続するとガクッと落ちるんですよ、はい、水風呂に入ってもそんなすぐにはもちろん良くならなくて、回復チャラになるんですか？で1週間2週間経ってもなかなかすぐに元には戻らなくて、どれぐらいかかってようやく元の状態に近くなるかっていうと半年ぐらい。あのサウナはすごくリラックスできたりで、はいはい、あの整う効果もあるんですけど、あの妊活をされてる方は、まあ、なるべくサウナってのは控えた方がいいかなというふうに思ってます。もしかしてなんか最近なんとなく精子の調子悪いなって思ってる方はサウナの原因か、はいはい、かもしれない結構こう精液が出ているとどうしてもこう精子があると思いがちなんですけど、精液の量と精子の量と別に比例はしないので、はいはい、なんかそこは5%しか含まれてないです。そうなんですよね。なので結構こう精液量がたくさんあっても精子量すごい少ない方もいたりするんで、本当にこう精子っていうのはやっぱりきちんと検査しないとわからないのかなというふうに思いますね。なんか精子が濃いとなんか分かるんですかね、自分は。ああ、精子の量が、まあ、濃いとトロトロ具合というか、うん、透明度が高くなるみたいな話もあったりもするんですけど、うん、まあ、やっぱりこうきちんと測定しないと自分の状態というのは分からなくて、はいはい、ブライダルチェックとか精液検査みたいなところでクリニックでできるので、うん、ぜひそういう機関を活用してほしいなというのは思います。なんかその男性のペニスをパッと見で、はい、見て、はい、この人は精子が濃いなとか、あ、はい、あの結構あの間違われた認識でペニスが大きい人ほど、はいはい、実は精力が強くて、じゃあ精子も濃くてみたいなイメージ持たれる方いるんですけど、ペニスの大きさって別に関係ないんですよ。はい、どちらかというとこう陰嚢の大きさみたいなのが関係してて、陰嚢がやっぱり大きい方が、まあ、精子も作られやすかったりとか、精子のお家ですもんね。あ、そうです、お家なんで、うんうん、はい、ブライダルチェック、精液検査とかと合わせて精巣の大きさを触診とか確かめたりとか、はい、まあ、エコーで、精巣の状態見たりとかっていうのはよくチェックされます。精巣の大きさって、はい、ちょっと比べる機会がないかもしれないですね。はい、はい、そうですよね。大体あの1個目安として言われてるのが指3本分、3本分以上の大きさがあるといいよねみたいなことは言われたりしますね。なるほど、はい、面白い情報で言うと、はい、結構こう不妊に悩まれている方で定期状態が芳しくない方って、まあ、どういう方なんだろうって見ると、やっぱりこう年齢が高い方、あと性器状態が芳しくなかったり、一つは、あと二つ目で言うとホルモン値があまり高くないとか、あともう一個自分でなんとなく気づけるところが勃起力なんですよ。はい、そう、あの勃起力が低い方って相対的に精液の状態あんまり芳しくないっていうのがあって、関わってくるんですね。そうなんです。なので、あの自分でなかなかね、精液出した時に精子の量が多い少ないか分かんないじゃないですか。分かんないです。はい、なので本当にこう勃起力がちょっと昔に比べて衰えてきたなって思ったら、あのぜひあの精液検査してみてもらいたい。はい、自分で精子検査あるんです。僕もあの3年前に受けた時に、実は精子状態あんまり良くなかったんですよ。それもあって
これって自分だけの問題かなと思って結構焦って、その時にクリニックとかに行ったりして、あと僕たちのグループにあの男性妊活外来っていうクリニックがあったりして、まあ、そこの先生に相談したら、そこのクリニックで性器検査を受けた男性のなんと4人に1人が性器ちょっと悪いらしくて、あ、なんか似た方ってめちゃくちゃいるんだと思って。結構いらっしゃいますね。そうなんですよ。4人に1人。はい。なので本当こう皆さん、あ、ここにいるメンバーも1人2人ぐらい、はい、当てはまっちゃうんじゃないかなと思うんですけど。そうなんですね。なんでやっぱそれってなんとかしなきゃいけないよねと思って、この授業をやりたいなっていうふうに思いました。はい、その1個前の動画で、はい、40年前より今の方が精子の量が半分ぐらい減ってるみたいな、そういうなんかデータが一緒に出たんですけど、はい、それってなんで、はい、原因はあの定かになってるわけではないんですけど、はいはい、こう環境ホルモンの影響とか、はい、あとは生活習慣、やっぱりこうちょっと欧米に近づいてきているみたいなところが、まあ、原因かもねみたいなところは言われてますね。でも男性の妊活ってなんか結構イコールなんか健康につながる気がするので、はい、あ、そうなんです。本当におっしゃる通りで、ちょっと面白い調査データで、はい、性器状態が芳しくない方の寿命が短いみたいな話もあって早死にますね。性器状態があんまり芳しくないってことは、はい、やっぱこう生活習慣普段あんまり芳しくないんじゃないかなっていうところで、やっぱそうなると寿命短くなる相関で、あ、納得できるなって思うんですよね。なんでやっぱり積極的に妊活していってもしていなくても、あの自分の体を、まあ、男性力をケアするってすごく大事だなっていうふうにやっぱり思います。お子さんをね作る予定がない方でも今後できるかもしれないし、そういう目標とか夢というか予定ができるかもしれないから、はい、完全に無関心じゃなくて、はい、ちょっとずつそういういい方向に向かっていくように取り入れられるといいですね。将来妊活しようって思ってる方もそうですし、だからこう自分の性生活を楽しむみたいなところもすごく大事だと思いますね。ストレスフリーで生活していくために。そうですね、変な心配がなく、はいはい、うん、でこのプロテインも割とこう20代から60代まで幅広く、はいはいはい、お使いいただいているっていう感じですね。そうなんです、ね、はい、これってどこで買えるんですか？あ、これは今、アンファーストア、楽天さん、アマゾンさん、ヤフーさんで購入できる商品になってます。じゃあ結構いろんな、もうネットからどこでも買えちゃう。そうですね、はい、ネットから購入できるプロテイン。すごい、はい、何味なんですか？あ、チョコレート味になっていて、この後ちょっと試飲もしてもらいたいなと思います。プロテインって何プロテインですか？ソイとかホットエイとかですかね、はいはい、パッと出てくる。 ありがとうございます。そうなんですよ、世の中にあるプロテインホエイとかソイが多いんですけど、はいはい、今回あのエンドウ豆っていう、うん、はい、あの野菜のプロテインを作っている形で、はい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 、非常にこうヘルシーにできているプロテインになってます。ホエイとかに比べるとこのエンドウ豆プロテインって実はあの男性機能にアルギニンというアミノ酸を17倍含んでるんで、はいはい、しかも質が少ないんですよね。そうなるとやっぱりこう肥満な方ほど性器状態が芳しくないので、太りづらいプロテイン、妊活にも最適、男性力にも最適なんで、まあ、今回男性力のために一番いいプロテイン、エンドウ豆だよねっていうので、世にも珍しいエンドウ豆プロテインを作った。大作牛乳とかだとなんかアレルギーある方ですね、はい、あ、そうなんです、そうなんです。エンドウ豆だとアレルギーないんですか？はい、牛とか大豆とかだとどうしてもアレルギー特定原材料っていうのが当てはまってしまって、おっしゃる通りこう飲めない方もいるので、エンドウ豆でいうとアレルギー特定物質に該当しないので、まあ、幅広い方にお飲みいただけるようになってるかな。それはいいですね、はい、やっぱり妊活中だとね特にこうアレルギー気にされる方も多いので、はい、でかつまあ飲みやすいように仕上げているので、ぜひちょっと今日一回飲んで見ていただけると嬉しいです。いいですか、はい、女性にも嬉しい成分ばっかりで、はい、亜鉛、葉酸、ビタミンとか、まあ、先ほどの抗酸化物質のホエンザイムとかカルニチンとか、美容にもすごくいいし、まあ、ダイエットにもいい商品になっているので、じゃあいただきます。いただきます。いかがですか？すごい、エンドウ豆由来っていうのが、はい、その豆っぽさは確かにあるんですけど、はい、本当に香ばしい。チョコレートと豆の香ばしさってすごい相性が良くて、はい、違和感がないというか、はい、普通のすごく。あ、そうなんです、はい、なんか皆さん結構で、ね、植物性のプロテインってどうなの、美味しいのって気にされる方多いですけど、すっきりしてあのチョコレートの甘みもあって美味しく飲んでいただけるんじゃないですか。そう、すごいすっきり飲みやすいし、後からその香ばしさが残ってめちゃくちゃ美味しい、はい、ありがとうございます。今女性も多分プロテイン飲まれてる方非常に多いですね、美容目的で、ね、なので本当にヘルシーでカロリーも非常に低いあのタンパク質なんで、あのおやつ代わりにぜひ。ちなみにカロリーどれくらいですか？カロリーはもう200キロカロリーないぐらいの1杯で、非常に、はい、非常にいい。で1日1杯でタンパク質 11g ぐらい取れるので、なるほど、はい、あの朝ご飯食べる時に日本人って大体、まあ、男女ともに 10g ぐらいしてるんで、まあ、朝食の置き換えとか朝食に加えて飲んでもらえ
つと、ね、はい、健康維持もすごいんじゃないかな。そうです、ね、心の足が元気になってきます継続してやっぱ飲むのがおすすめで、はいはい、精子もそうなんですけど74日で精子って作られるんですよ、うん、で、出てくるまで、さらに2週間かかるので、はいはいはい、まあ、プラス74日プラス2週間で3ヶ月ぐらいなので、うん、やっぱり体質改善含めて3ヶ月ぐらい飲んでいただくと推奨しているって感じですね、はいはい、でも全然3ヶ月続けられそうよというか、はい、続けられそうっていうか、なんか気づいたら3ヶ月だったみたいなという間に、はい、他にも何か商品あるんですか？そうなんです、他にも2品あってですね、はい、もうちょっとこうお悩みが深い方向けの商品で2品ご用意してるんですけど、こちらがメンズシードサプリメントです。こちらは錠剤タイプのものになってます。これは特に精子力に重きを置いた商品になっていて、こう簡単に言うと抗酸化物質ですね、それこそカルニチンとか、コエンザイムとか亜鉛とか、まあ、そういうものをぎっしり詰め込んでいる商品になっていて、これは今ある精子を殺さないためのものですか？そうです、はい、予防ケア、うんうん、はい、ただこれ今クリニックでも取り扱っている商品になっているんですけど、精液状態を改善するという効果も取れていてですね、うんうん、学会発表とか論文がもしている商品になっています。先ほど言ったやっぱりこう体質改善妊活のために3ヶ月かかるので、最低でもなので3ヶ月接種で精子の状態を改善するというエビデンスが取れている素敵な商品になっています。はい、あとこちらがドリンクタイプのもので、結構妊活っていうと月1回こう排卵日前に、タイミング後みたいなのがあると思うんですけど、その時にこう男性にインタビューしてみるとどうしても精神的にも体力的にも確かにここへ決めなきゃ、はい、ここといけないみたいな、はい、活力が欲しいと思われる方がやっぱり非常に多くてですね、まあ、そういった時に飲んでいただきたい、ドリンクになってます。こちらの特徴がテストフェンという男性ホルモンブースターと呼ばれるような、商品、男性ホルモンを高めていくような成分をぎっしり詰め込んだドリンク剤になってます。でこれもクリニックの方で臨床試験をしていて、実は14日間飲むと勃起の硬さとか性欲の頻度、はいはい、これが改善することが分かっていて、めちゃくちゃいいですね、はい、これも学会発表とか論文化してる商品になってます。その日1本飲んでも活力も出るんですけど、はい、やっぱりこう継続して飲んでいただくと、うん、よりこう効果を体感いただけるんじゃないかなというふうに思ってます。で今回デザインとかも割とこうシンプルに仕上げて、そうですよね、はい、置いててもなんかいい意味でなんかその妊活らしさがないというか、あ、そうなんです、馴染むデザインとか、はい、やっぱりこう妊活をより日常にとか、まあ、性機能ケアみたいなより日常にみたいなテーマにしてるので、まあ、本当にリビングとかキッチンに置いててもいやらしくない、うそうですね、はい、すっきりしたデザインにしているっていう大切を置ける感じがして、はい、面白い、いいエンジ色です。ファミコンと同じ懐かしいファミコンだってやったんで、いいエンジ色です、はい、男性の妊活を始めるタイミングみたいなのってなんかあるんですか？はい、妊活を始めてから、まあ、飲んでいただくとかもちろんいいんですけれども、うん、将来本当お子様が望まれるっていうことであれば、うん、本当に1日でも早く飲んでいただきたいなと思っていて、うん、体質改善に時間かかるっていうのもあるし、まあ、そもそも本当にこう自分の体作りもめちゃくちゃいいので、うん、本当に20代の頃から30代40代本当に何歳でも伸び始めていただきたいなと思ってます。そうですね、はい、結婚してからとか、はい、じゃあちょっと子供欲しいねってなってからでもいいし、はいはい、なんか将来のことを考えて、はい、うんうん、そういうタイミングで始められても、はい、結構やっぱりこう30歳35歳過ぎて、うんうん、やっぱ妊活される方とかもいらっしゃると思うんですよね、2人目妊活とか、まあ、そういう方にも、はい、おすすめですし、あと結構やっぱりこう男性って芸能人の方とかでも60歳70歳こそまで来ましたみたいなニュース聞かれると思うんですけど、うんうん、そうなるとこう男性っていつまでも精子元気なのかなって、はい、思っちゃいがちなんですけど、はい、そんなことなくて30歳35歳過ぎると男性も女性と同じように、うん、どうしてもこう適齢過ぎてくる精子量が減ってくるみたいなのがあるので、やっぱり30歳特に1個で年齢の上がり方が来たら特に飲んでいただきたいな、1個の目安として、1個の目安として30歳の目安、はい、そういったいろんな商品がありますので、はい、詳しくは概要欄の方にまとめています、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。本日は専門家の方に聞いていただいて、いろいろ詳しいお話聞かせていただきました、はい、ありがとうございました。たくさんありがとうございました。ではこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ